再び訪れた首位攻防戦を勝ち越しといきたいところです。今回は今週のカープの展望予想というところでカープ対巨人戦を予想していきたいと思います。キーマンは誰になるのでしょうか。このチャンネルではカープの試合結果ポイントまとめや選手紹介を随時配信しているので、チャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。それでは確認していきましょう。ではまず3連戦の先発から予想していきます。19日ですが予告先発発表されてます。栗投手と戸郷投手ということで、これはね前回と同じ組み合わせになってます。前回の結果確認しますと、栗投手7回投げて自責点1で勝ち投手で、戸郷投手は6回投げて自責点3で負け投手ということで、前の試合は栗投手が抑えて戸郷投手見事攻略したというような試合になってます。栗投手はね巨人キラーということもあってさすがというピッチングでした。で、戸郷投手の攻略に関しては、一挙ねこのフォークですね、戸郷投手の得意球であるフォークボールを、6回に全員捉えて攻略したということで、まあ、今回もねこのフォークボールを狙っていくかどうかっていうのが一つ鍵になってくるのかなと思います。あ、当然ね巨人バッテリーもフォーク捉えられたなということが頭にあるので、もしかしたらまっすぐ中心でフォークは見せ球に使うというような配球になるかもしれません。非常に楽しみですね。続いて20日の試合ですが、予想先発、床田投手とメルセデス投手ということで、こちらもね前回と同じ組み合わせになると思います。で、床田投手はここまで3試合登板してまだ防御率 0.90 と非常に安定していますので期待大ですね。で、前回床田投手巨人戦相手に7回投げて自責点0というね素晴らしいピッチング見せてくれてます。床田投手も巨人キラーなので、あのね登板する試合期待できるかなと思います。メルセデス投手は7回投げて自責点1で勝ち投手ということで、なかなかねメルセデス投手を攻略することができなかったっていうのが正直なところですね。今回の対戦、まあ、2回目になるので、ここは攻略してほしいといったところかと思います。で、3戦目の先発ですが、カープの予想先発、エンド投手になるということが、報道されてます。本来のね、ローテーションであれば、玉村投手ということなんですけど、エンド投手が、ここで登板して、ローテーション再編といった形になります。で、巨人の先発ちょっとわからないんですけど、もしかしたら今季2回目の登板になる高橋投手かなと思います。高橋投手ね、先発になると今季初先発ということになります。で、まあ、ローテ再編ということで、まあ、巨人キラーですね。エンド投手も、まあ、巨人キラーと言っていいんじゃないでしょうか。2020年、対戦成績は、プロ初完投含む2完投して、2勝2敗、防御率 3.57 というね、安定した数字残しているので、非常に期待していいんじゃないかなと思います。で、ローテーション再編ということで、玉村投手は、週の後半の横浜戦に回すということで、まあ、いいんじゃないですかね。表ローテ、裏ローテ、それぞれ左腕が1人ずついるということで、まあ、バランスも良くなるのかなと思います。今後のローテーションにも期待しましょう。巨人戦のポイントまとめていきます。前回、マツダスタジアムで2勝1敗と見事カープが勝ち越した相手でありますが、現在はゲーム差なしの2位につけています。なので、まあ、力はね、ほぼ互角と言っていいんじゃないでしょうか。で、やっぱり今年の巨人はホームランですね。ホームランはリーグ1の22本塁打。で、得点数はリーグ2の80得点。まあ、1はカープなんですけど、やっぱこうやっていっぱいホームランが出るカープと対照的ですね。というところはね、非常に破壊力があります。で、東京ドーム狭いので、やっぱり一発には警戒といったことになるでしょう。で、1番のね、吉川選手が要警戒ですね。ここまで出塁率が4割3分2厘と、リーグ3位で非常にいい成績です。やっぱ1番がねこういう出塁率残せるとなると得点力もそれに伴って上がってくるので、要警戒といったところです。で、吉川選手ね、単打だけではなくて長打も打てるバッターということなので、まあ、ホームランも警戒しないといけません。実際に前回の3連戦も吉川選手のツーランで負けたという試合があったので、この3連戦、どうにか抑えていく必要があるかなと思います。で、バッターにね、今フォーカス当てたんですけど、今年はね、中継ぎも今のところいいかなと思います。中継ぎに転向した今村投手、ここまで8登板で自責点0。で、2017年のドラフト1位投手、桑原投手も8登板で自責点0と、この2人がね、中継ぎで自責点0で抑えているというのはね、非常に強いかなと思います。で、さらにね、抑えには、ルーキーの大勢投手、ここまでもうリーグトップの9セーブ上げてます。で、まだセーブ失敗もないということで、非常に安定しているピッチャーが3人いるということなので、まあ、ちょっとリードした展開で終盤にもつれ込みたくないなといったところですね。で、カープについてですが、カープホームランが出始めるかというところで、まあ、対照的に、ホームランがなかなか出ず、リーグワーストの4本塁打。で、まあ、得点数はリーグ1位というふうに、まあね、よくつながってるっていうことは言えるとは思うんですけど、まあ、ホームランもね、やっぱり見たいというか、ホームランでの得点も欲しいかなといったところです。で、
狭い東京ドームでの試合となるので、まあ、ホームランそろそろ出てくるんじゃないかなと思います。でここまでね1番と5番の西川選手と坂倉選手ホームラン0っていう数字なんですけど、この2人はねホームラン打てるバッターでもありますし、まあ、東京ドームだったら入ってるんじゃないかっていう打球もマツダスタジアムとかで打ってるので、まあ、そろそろねここら辺って出るんじゃないかなと思います。で今のねつながる打線にホームランが組み合わさったらもっと強力な打線となって、どんどん勝てるんじゃないかなと思うので、この3連戦注目したいと思います。では巨人戦のキーマン予想してみました。まず打者のキーマンはこの人、調子を上げてきた菊池選手ということで、先週とても調子が良かった菊池選手です。先週は16打数9安打と大当たりで打率も一気に、ね、3割乗せると爆上げです。で調子のいいね菊池選手、この状態張るとね結構打ってくれるんですよ。なので巨人戦期待したいなと思います。でもともとね巨人戦に相性の強い、まあ、東京ドームで結構打ってる印象の菊池選手なので、この3連戦もやってくれるんじゃないかなと期待してます。で今年はねバントでもね貢献してくれてますね。2番でよく送りバントをしてチャンスを拡大するということもできますし、まあ、バントもできるしヒットも出るという状態で、まあ、巨人戦でも2番として暴れてほしいなと思ってます。続いて投手のキーマンですが、この方、前回巨人戦のリベンジをということでセットアッパーの中崎投手を選びました。前回の3連戦では残念ながら吉川選手に逆転ツーラン浴びて負け投手となってしまった中崎投手、ここまでねリーグ最多の10登板してます。ちょっとね登板数多いかなというところで心配な点ではありますが、まあ、この巨人戦もね多分接戦が予想されるので、おそらくセットアッパーの中崎投手出番あるんじゃないかなと思います。出番があったらねもうリベンジと言わんばかりにしっかりと抑えてほしいなと思います。で東京ドームはやっぱり狭いので、今年ちょっとね中崎投手ホームランスライダーが甘く入ってホームランにされるっていうのが結構あるので、そこには気をつけてほしいなと思います。でもまあ力強さ、まっすぐの力強さで抑えればなんとかなると思うので、中崎投手期待したいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。この首位攻防戦もしっかりと勝ち越して、首位固めといきたいところです。このチャンネルの登録もぜひともよろしくお願いいたします。それでは、カープの勝利を祈りまして、ガツガツガツ、カープ、頑張れ。